ヤブレガサウラボシリプタースコンジェガタリーニャワは,は、ヤブレガサウラボシかヤブレガサウラボシ属の常緑性、多年層で、この類では、唯一の日本産の種である。根茎は太くて、計1センチメートルほどにもなり、褐色で臨片を密生し長く、横に這う。 根茎の背面からはやや間を空けて葉を出す。葉には長い傭兵があり、時に2メートルに達する。傭兵は成熟すると、藁色から濃い褐色で無毛となり、表面に強い艶があって、硬くなる。傭身の形はとても独特である。まず傭兵の延長方向に伸びるような主脈はない。傭身はほぼ左右に大きく区分され、先端方向でほぼ完全に分断される。 左右に伸びる列片では、葉脈は2から3回ほどに差分子しており、葉芯もそれに合わせて先端に行くにつれとのひら状に裂ける。裂けた部分はそれぞれに先が尖り、円には荒い虚子を持つ。なお太い葉脈からはずっと細い細脈がほぼ直角に出て、それらは複雑な毛状になっている。このような左右対称の葉は葉平先端で折れ曲がって、 左右に大きく広がり、それぞれの列片は線形で、先端は次第にしだれる。左右の列片はそれぞれ長さ5 0トルに達することもある。葉は硬い紙質で厚くはないがバリバリと硬い手触りである。表側は黄緑から緑で強い艶があり、遠くからも照りが見える。裏面はこう吹いたような海力色を呈する。また、表面では、 葉脈はややくぼみ、裏面では強く突出し、脈状には褐色の毛が生える。裏面と胞子脳群を示す。胞子脳群は丸く小さく、あるいは脈に沿って少し長くなるが、包み膜はない。側脈に沿って生じ、腰身の基部近く、太い脈付近から形成され、よく発達したものはほぼ裏面全体に出る。なお、小さい苗では、葉は、 左右総称でやや横長ながら、裂け目のない単葉として広がり、成長するにつれてまずは、先端中央から切れ込んで左右に分かれ、次に、両列辺にも、側面から切れ込んで、次第に大きく細かく裂けるようになる。苗の集団この種の和名は、破れ傘裏星で、葉の形が傘が破れた状態に似ていることからの、名称であるが、むしろ菊花植物の破れ傘に見立てたものと思われる。 裏星はシダを指す。ちなみに、学名の俗名は、二つの翼を意味する。台湾の生育地産幹部には、え、森林内に見られることもあるが、森林の切れ目や林園など、日当たりが良いところによく群生する。山腹から、渓流周辺まで見られ、やや乾燥したところ、痩せた赤土の場所、あるいは岩の上に出ることもある。このような生育条件は、 星田のそれとも似ており、時にごく近くに生育しているのが見られる。これらは密生した群落を作る様子でも似ている。西表島では、観光地としても知られる占い側の岸辺にもよく見られるし、カンピレーの滝周辺にも岩盤状などに小さな群落がいくつも見られる。日本では、琉球列島、八重山諸島の石垣島と西表島のみに分布する。国外では、 インド、中国南部、タイ、マレーシアから南はニューカレドニアにわたる。ちなみにタイプ産地はインドネシアのジャワ島。中国名はハイセソーセンワラビあるいは単にセンワラビという。ヤブレガサウラボシカはこの属一つからなる、一重型群であるが、化石は中世代から複数属が出ており、古い群のようである。 ヤブレガサウラボシ属には世界に7種ほどが知られるが、日本にはこの種だけが分布する。中国には同族のディー・ジャネンスス・クリストがあるが、こちらはより小柄で、葉の裏面が灰色を帯びないという。なお、分類上はこのトガをウラボシカに収める場合もあり、その扱いには議論がある。実用的な利害はない。極めて独特の姿と熱帯系の得意なシダであることから、 山野草部門からは関心が持たれるがあまりに大きくなることから扱いづらい。それ以上に栽培が難しいことでも知られる。この点でも裏ラや腰シに似ている。ありがとうございます。